さあ今回は初めての天下一品ということで、まだ天下一品を食べたことない学生さんを探しまして、一緒に食べに行ってみようという企画です。すみません、こんにちは。こんにちは。すみません。あ、天下一品行ったことある人は、おお、多いな。やっぱり食べたことないよってコール。おお、おお、行ったことない。ラーメンは好き？ラーメンは好きです。ラーメンは好きか。今日は実はね、天下一品を食べたことない子と一緒に天下一品を食べに行くという企画なんです。食べたことあるに手挙げてたよね。じゃあ本当に食べたことない初めての天下一品っていう企画ですから、ちょっと食べてみたいって言ってくれてたもんな、はい、今な、はい、食べに行きましょう。決定。めっちゃ喜んでくれてるやん。急に落ちました。すいません、ごめんなさい。先生、 Do you eat 天下一品？ Sometimes。 お、時々？時々、はい。とりあえずGo to 天下一品。あ、Yes。 Yes。 お、じゃあケビン先生も一緒に天下一品行きましょう。 Yes。 いいですか？いい、いいです。 OK。 わ、すごい練習してるわ。あ、すいません、ありがとうございます。この中で天下一品のラーメンを食べたことがない人、お、結構、ちょっと、1、2、3、4人。なんで今まで天下一品を食べてこなかったんやろ。食べる機会がなかったというか、そんな感じですね。一緒に天下一品食べに行かへん？あ、じゃあ食べに行きます。行ける？はい、ぜひ。じゃあ天下一品のラーメン食べに行こう。はい、OK。 さあ、というわけで江島くん、柏本くん、そしてケビン先生と一緒に天下一品に行きたいと思います。ちょっとじゃあ親御さんに了承を得ましょう。はい、あの、今から今夜あの天下一品行くねんけどさ。え、天下一品？ああ、そう、びっくりしますよね。ああ、もしもし、すいません、電話かかりました。レイは北南の河野と申します。なんでそんなとこやるんですか？あ、ちょっと今日ですね、天下一品を食べたことがない子たちと一緒に初めて食べてもらおうっていう企画なんです。はいはい、一緒に食べに行ってもよろしいですかね？はい、じゃあちょっと、じゃあ今から江島くんと行かせていただきますので、すいませんがよろしくお願いします。お、幼稚園児ちゃんやから心配せんでええで。それ、ありがとう。今から天下一品食べに行くんやけど。え、では早速天下一品に行きましょう。レッツゴー。さあ、というわけで天下一品に到着しました。ちょっともうワクワクしてると思うけども、まずじゃあちょっとメニューを決めましょう。どう？僕はこってりです。こってり。柏本くんは？そうですね、うん、じゃあ、まあ僕も食べたことないんで、こってりで、うん、そうやね、はい、お待たせしました。餃子定食のこってりラーメン、ご注文のお客様こちらかな、どうぞ。わ、来た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 。おお、はい、どうだい？この香りからもいいですね。香りが違う、いつもと。おい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 、わあ、いいやいいや、楽しみやな。さあ、来ました。ちょっとまずこの見た目の第一印象、江島くんどうかな？いや、もう美味しい確定ですね。もう見ただけで美味しいの確定。うん、もう匂い、鼻から入ってるくらい匂い、もう出汁がもうこう凝縮されてる。うわ、よいしょ。うん、お、お、どうだろう。うん、めっちゃ美味しいです。おお、めっちゃ美味しい、出ました。ちょっと見てて、どう？これがもう俗に言う飯テロってやつですね、もうこれ。飯テロやな、はい、もう。どちらから行きます？どうぞ。あ、先輩から。ね、そのいつも食べてるラーメンとスープ違う？なんでしょうね、もうなんかものすごい濃度がすごそうですね、ほんまに。そうね、ちょっとじゃあ、初めて。とろけてるっていうか、もう口の中がとろけてます。めっちゃくちゃガンガン食べている、止まらない。
島田くん全部平らげるんかこれもうめちゃくちゃ美味しい。分かった。今から食べようか。いきます。どうぞ。まずスープから。うん、スープか。もうどうだ、うん、あ、踊ってる。え、彦摩呂さん、こう口の中でこう、うん、こうわーっと、うんうん、なんか閉じ込められてた旨味が、うん、爆弾みたいにボーンってほわー。こんな美味しいラーメンあるのに食べなかった自分がめっちゃもったいない気が。わ、これ嬉しいな、なんか、うん、なんか、うん、今までに見たことない味で、うんうん、麺が、うん、すんごいスープに絡むんですよ。スープと一緒に運ばれていって、もう旨味の言葉ができます。もいや100点よ。めっちゃいいコメントしてくれてるよ。初めての天下一品完食しました。いや食べたね。お母さんにはなんて言う？お母さんにはもう暇があったら、あの昼ご飯でも夜ご飯でもいいから天下一品行かせてって。3食天下一品でもいいぐらい太ります。毎日ずっと食べて太るか。あ、見た？チャンネル登録お願いします。